チャプターが解放されたぞ。どの任務がいいか始めよう。特急相手、しかも生死不明の5人の救助に1年生の派遣はありえない。それにユージは僕が無理を通して死刑に実質無期限の猶予を与えた。面白くない上が僕の犬間に特急を利用して体よく彼を始末したってとこだろう。犯人探しも面倒だ。いっそのこと上の連中全員殺してしまおうか。珍しく感情的だな。彼のこと随分とお気に入りだったんだな。僕はいつだって生徒思いのナイスガイさ。で、これが少なる器か。好きにばらしていいよね。しっかり役立てる。長生きしろよって。自分が死んでる世話ないわよ。あんた、仲間が死ぬの初めて？種は初めて。その割には平気そうね。お前もな。当然でしょ。会って2週間でそこらよ。そんな男が死んで泣きわめく、ちょろい女じゃないの。なんだ、いつにも増して辛気臭いな、めぐみ。お通夜かよ。善院先輩。私を名字で呼ぶんじゃねえ。マキ、マキ、マジで死んでるんですよ。昨日一年坊が一人。おかか、早く言えや。これじゃ私が血も涙もねえ鬼みてえだろ。何あの人たち。2年の先輩。いやすまんな、夢中に。実はお前たちに京都姉妹校交流会に出てほしくてな。東京校、京都校、それぞれの学長が提案した勝負方法を1日ずつ2日間かけて行う。つってもそれは建前で、初日が団体戦、2日目が個人戦って毎年決まってる。個人戦、団体戦って呪術師同士で。ああ、殺す以外なら何してもいい呪術合戦。逆に殺されないようみっちりしごいてやるぞ。やるだろ、仲間が死んだんだもんな。やる。私は、俺は強くなるんだ。そのためなら何だって。どの任務がいいかな。始めよう。わざわざ貴重な指一本使ってまで確かめる必要があったかね。宿儺の実力、中途半端な手馬じゃ意味ないからね。それなりに収穫はあったさ。言い訳でないことを祈るぞ。1名です。人間は嘘でできている。表に出る正義の感情や行動には必ず裏がある。だが負の感情、憎悪や殺意などは偽りのない真実だ。そこから生まれ落ちた我々呪いこそ真に純粋な本物の人間なのだ。偽物は消えてしかるべき。だが現状、消されるのは君たちの方だ。だから貴様に聞いているのだ。我々はどうすれば呪術師に勝てる。戦争の前に2つ条件を満たせば勝てるよ。1つ目は五条悟を戦闘不能にすること。2つ目、両面宿儺、虎杖悠仁を仲間に引き込むこと。
待て、死んだのであろう。その虎杖悠仁というガキは。さあ、どうかな。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。勝つぞ。許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。なら降りてこい。見下してやっからよ。随分と先立っているな。当たり前だ。こっちとらお前に殺されてんだぞ。ここ地獄か。死んでまでてめえと一緒なのは納得いかねえけど、ちょうどいいや。泣かせ！倒す！さあ食いしばれ！お前はつまらぬな。どてっぱら。これからか。なあてん。おれ。うわ。と。ぶっ飛べ。いい感じだな。本番。待って。ふっ。うわ。わ。え、胴体ガラ空き。今は無理だ。まだ出せねえ。俺の知力だよ。これからか。目を上げるじゃない。ああ、前に出る。目を少しは楽しめるよ。前、目を上げるじゃない。ほら、どてっぱら。まだね。俺に任せろ。虫爪走る。どてっぱら。これから貴様か。さあ、この時が。おごるな。終わりじゃないぞ。今は無理だ。虫爪走る。よっしゃ。ここはあの世ではない。俺の聖徳領域だ。お前が条件を飲めば心臓を治し生き返らせてやる。偉そうに。散々生きといて結局てめえも死にたくねえんだろ。事情が変わったのだ。近いうち面白いものが見れるぞ。条件は二つ。一、俺が啓発と唱えたら一分間体を明け渡すこと。二、この約束を忘れること。ダメだ。何が目的か知らねえが、気なくさすぎる。今回のことでようやく理解した。お前は邪悪だ。もう二度と体は貸さん。ならばその一分間誰も殺さんし、傷つけんと約束しよう。信じられるか。信じる信じないの話ではない。これは縛り、制約だ。守らねば罰を受けるのは俺。身に余る刺激を貪れば報いを受ける。それは小僧が身をもって知っているはずだ。利害による縛り、呪術における重要な因子の一つだ。分かった、どいてくれ。条件を飲め。何がしてえのかよく分からんけど、まあ生き返るためだしな。なんて言うわけねえだろ。無条件で生き返らせろ。そもそもてめえのせいで死んでんだよ。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。よっ。夢ですか。
そう、有事のことでも分かる通り、上層部は呪術界の幕府。そんなクソ呪術界をリセットする。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ首がすげ替わるだけで変革が大きい。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。だから僕は教育を選んだんだ。強く悟い仲間を育てること。みんな優秀だよ。特に3年計り2年乙骨、彼らは僕に並ぶ術師になる。ユージもその一人だった。ちょっと君たち、もう始めるけど、そこで見てるつもりか？イデジうるさい。ユージ、お帰り。おっす、ただいま。また狙われ、いや、交流会までには。なぜ？簡単な理由さ。ワコードから青春を取り上げるなんて、何人たりと。五条さん、ひらひら逃げられるか、最悪君たち全員払われる。殺すより封印することに心血を注ぐことをお勧めするよ。封印？その手だ。特級呪物獄門鏡を使う。獄門鏡？持っているのか、あの意味者を。獄門鏡をわしにくれ。収集に加える。その代わり五条悟るが。呪力の解説に戻るけど、みんなわずかな感情の、逆に大きく感情が触れたとき、訓練方法はいくつかあるけど、有事には映画鑑賞。映画鑑賞？もちろんただ見るだけじゃないよ。こいつと一緒に見るんだ。何このキモかわいい人形。その呪骸は一定の呪力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。これがどんな感情かでも一定の呪力出力を保つ訓練。いっちーせっきりもっとバトルならさっきやったでしょ。ユージは基礎をマスターすれば強くなれるよ。おっせーよ、めぐみ。何してた？何でもいいでしょ。レインさんは呪術師。あ、別に私のおかげで。しかなくてよかった。あ、うるしー！面接対策みたいな質疑応答してんじゃないわよ。あの二人は何してんですか？受け身の練習。野原、そんなもん。負けん。その息だ。こっちから行くわ。広がれ、ぶっ飛ばす。気を宣伝にしろ。なめんな、追い詰める。立てる。私の実力はこんなもんじゃないわ。ぶっ飛ばす。広がれ。連撃で攻める。当てる。誰ってな。当てる。本気を出そうかしら。なめんな。なんか。無だよ。こんなに風穴開けてやる。広がれ。当てる。で。ちょっと。で。よっと、飛ばす。ちょっと、何ってな。よっと、当てる。失礼。って、直接流し込む。ちょ、なんだろう。いっか、あら、いや、近寄んな。失礼。広がれ。よっしゃ、力だ。パンダの力見せてやろうか。よっ、連撃で攻める。当てる。
詰める。ちょっと何ってな。当てる。行きます。勝つぞ。攻める。さ、先手を取る。急接もできるんだよ。出な。切り上げる。置いてくぞ。ほらほら。投げろ。飛び込む。クライアレ。投げろ。クライアレ。よそ見すんな。攻める。はっ、はあ、合わせろ。せグライアーレ。まずは肩ブラシだ。こっちだ。合わせろ。はっ、はっ、飛び込む。ほらよ。てめえの攻撃は見切った。楽しませてくれるじゃねえか。叩き込め。大したこと。ああ、待ってねえよ。危ねえ。行け。叩き込め。まだまだ。使ってみせる。ガードごと破れ。でな。作戦通りだ。これで終わりなのかよ。大した怪我もなく終えられたな。余裕だな。よし、めぐみ。いえ、戦いの時に銃具を持ち運ぶ。獲物で近接を補うのは賛成ですけど、術式上両手はパッと開けられた。全先輩は2つ以上持ち歩くこととかザラですよ。どうしてパンダに持たせてる。聞かなきゃよかった。
お前あの時なぜ逃げた。先輩、なんとかなりそうです。じゃ、僕は用事あるのでその調子で頑張ってね。こんなんで強くなれんの？止めて。え、ここでですか？さて、君、何者？戦うのはいいけど、僕が勝つよ。貴様を消し済みにかっこつけさせてもらう。特急はさ、特別だから特急なわけ。もうホイホイ出てこられると調子狂っちゃうよ。脅威は傷つく。いや、楽しくなってついてこれる？僕についてこれるかな？僕についてこれるかな？追い込む。よそ見してだよ。当てに行く。ついてこれる？逃がさないよ。まだまだ。僕についてこれるかな？当てに行く。やるね。逃げられないよ。追い込む。よそ見してた。ついてくれる？センスあるね。なあ、ほっ、お手しら行くよ。やるね。お、逃がさないよ。当てに行く。お、なあ、逃がさないよ。当てに行く。やるね。お、なんてね。お手しら、逃げた方がいいんじゃない？これが最強さ。と、貴様なんぞに。無加減の内側で。で、おお。星々といったのか。マジで問題ない。吹き飛べ。強で攻める。決める。やるね。お、なんてね。下がってろ。出し惜しみなし。やまる。検討した方さ。なぜわしの攻撃が当たらん？君がさっきの攻撃を、無限はね、至る所にあるんだ。僕との間に無限。アキレスとカメって知ってる？バレバレさ。バレ、ちょっと寝よっかな。復活！当てに行く。はい。ほっ。お手しら。さて、追い込んで当てに行く。と、へっ、ぐわっ、のっち、えいっ、んっ、えっ、おっと、さてさて、おいっと、ついてくれる？実はまだ本気じゃないんだ。あた、やらせやのっか。ちょっ、へっ、逃がさない。よそ見してた。当てに行く。と、さてさて、ついてくれる？逃げた方がいいんじゃない？楽しませてね。触ってみな。こっちこっち。さてさて、ついてくれる？こっちこっち。逃げた方がいいんじゃない？無限はね、至る所にあるんだよ。僕の呪術はそれを現実に持ってくるだけ。収束、発散、この呼吸に触れたらどうなると思う？術式反転。お、ちょうどいいか。いいけど、死ぬ？じゃあ言うつもりはなかった。
んが、あらぬのゴミ。ごめんごめん。ま、どこ？ねえ、ここどこ？出かけるよ、ユージ。課外授業、呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。今この子にいろいろ教えてる最中でね。あ、まあ君は気にせず戦ってよ。自ら足手まといを連れてくると愚かだな。大丈夫でしょ、だって君弱いもん。なめるなよコッパが。そのにやけづらごと飲み込んでくれるわ。大丈夫、僕から離れないでね。領域展開、外観鉄地戦、灰すら残さんぞ、五条悟。これが領域展開。術式を付与した消毒領域を威力で周囲に構築する。領域を広げるのはめちゃくちゃ呪力を消費するけど、それだけに利点もある。一つは環境要因によるステータスの上昇、ゲームのバフみたいなもんだね。もう一つ、領域内で発動した付与された術式は絶対に当たる。でも対処法もいくつかある。呪術で行けるか、これはあまりおすすめしないけど、領域外に逃げる。ざわっと。そしてアキレスとカメって知ってる？領域に対する無限はね、至るところにあるんだ。こっちも領域を取る。同時に領域が展開されたとき、より洗練された術がその後を制する。打ち上げるよ。ついてくれる？逃げた方がいいんじゃない？僕についてこれるかな？そんなんじゃ楽しませるよ。まだまだ。ついてくれる？追い込むぞ。ついてくれる？逃がさないよ。そら、まだ逃げた方がいいんじゃない？さてさ、打ち上げるよ。楽しませてくれな。この虚空に触れてごらん。そりゃ。ついてくれる？行くよ。打ち上げるよ。さてさて、ついてくれる？行くよ。こっちこっち。逃がす気あるね。行くよ。逃げた方がいいんじゃない？もう一度。そりゃ。よいしょ。えい。楽しませるよ。より洗練される。攻める、より洗練された術がその場を制する。逃げ惑え、消し止め。行くよ。お、センスあるね。お、と、より洗練された術が消し止め。それで本気？こっちこっち。より洗練された術がその場を制する。ジェイラだ。行くよ。より洗練された術がその場を制する。領域展開、無料禁止。ここは無加減の道、仕掛け、伝達、生きるという行為に無限界の作業を強制する。
無量空所。何が起こった？わしの領域が押し負けたのか？ここは無加減の内側。知覚、伝達、生きるという行為に無限界の作業を強制する。皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。でも君には聞きたいことがあるから、これくらいで勘弁してあげる。さて、誰に言われてここに来た？ああ、どうする？助ける？助けたいなら助ければいいさ。君たちにそんな情があるかは知らないけど。千年人の即死たちはだ、ミスミラ。よく言うよ、呪霊の分際。僕を殺すと何かいいことがあるのかな？どちらにせよ、相手は誰だ？っていうか、呪いって会話できんだね。お花だ。呪術だよな、繊維がそがれる。先生、俺は大丈夫。そいつ追って。ごめん、嘘、ヘルプ。逃げられた。気配を消すのでうまいな。火山頭よりもよっぽど不気味だ、このレベル。ユージ、てかみんなには、あれに、あれにか。目標を設定したらあとはひたすら駆け上がるだけ。ちょっと予定を早めて、これから一月映画見て僕と戦っておく。一月後俺生きてるかな？ノバル、呪霊とやるとき、いつ、確かに、少年、おい、トゲ、バカ、別にいじめるわけじゃねえよ。言ってることは、んなことどうでもいいだろ。やる、こっちから行くわ。当てる、よっ、隙だらけ、どけよ。当てる、私の実力はこんなもんじゃないわ。広がれ！おい、いつめ！少し本気を出そうかしら。ほら！ほら！広がれ！クライアーレ！クライアーレ！当てる！そらよ！こっちだ！ほら！ほら！この程度は？当てる！当てる！んなもん聞くか！頼んな！まずは肩慣らしだ。よそにすんな！てめえの攻撃は見てきた！シャケ、すな！なめるな！おい、追い詰める！シャケ！直接流し込む！数霊呪法、かんざし。私の方が上ってことね。立てる！こっから逆転すんぞ！立てる！止まれ！ほらほら！事故！立てる！右だ！えいや！立てる！まずは肩だ！だから、シャケ！シャケ！こっちだ。シャケ、やってやる。広がれ！せえな！せえ！追い詰める！ほらよ！せえ！せえな！やってやる！つく！ほらよ！当
てねえ。さけつら。カイコ。やった。もう行ってみる。そら。もう行ってみる。げえな。クライアール。やるじゃねえか。てめえの攻撃は見切った。つぶす。私を舐めすぎだな。やった。ほらや、楽しませてくれるじゃねえか。シャケ、つら。やった。どちら。いつ。シャケ、この突き撃だ。効かねえ。そんで。当てる。クライアル。で。当てる。重力が足りないわ。私を舐めすぎだな。全身だけ。ここからが本番よ。何とってんだ。太鼓。右だ。ここ。これ式でうろたえる私じゃないの。クライアール。立てる。私の実力はこんなもんじゃないわ。少し本気を出そうかしら。落とせ。クライアール。私を舐めすぎだな。一遍死んどけ。立てる。その面に風穴開けてやる。シャケ。ズラ、余裕だな。避けれ、クライアール。避けれ。体が軽い。クライアール。よそ見すんな。こっちだ。最後だ。一変死んどけ。置いてくぞ。立てる。よそ見すんな。こっちだ。なめな。右だ。それ。シャケいくら。右だ。はぜろ。弱いわな。おか、か…このくらい当然よ。そんなん余裕に決まってんでしょ。ノバラ、お前は片方の相手に集中しすぎだ。一方と戦ってる時も常にもう一方も意識しろ。マキさんって、もしかして後ろにも…するか、バカ。目だけじゃねえ。交換完璧。うっせ、悪かったな、目つきが悪くて。あの言葉理解。あんと。それはさすがに無理。めぐみは俺と特訓。何の特訓ですか。そうだな、せっかく俺とやるんだし、体格。体格さ。リーチの長さ、そのあたりを。呪霊でも。どういうことだ。動きがね。手加減しないでくださいよ。心配す。慎重に行こう。飛び込む。攻めるよ。先手を取る。すごい。攻める。素早く。やっちゃうよ。ロシッパ。気分も乗ってきてる。素早く。失礼。飛び込む。うわ。来い。アンダラ。飛び込め。上から攻めろ。うわ。ぐわ。はっ。うん。ああ。切り込め。またやれる。
叩き落とす。力を込める。全身を使う。隙を作れ。切り込め。うっ、うわっ、よっ、せっ、うっ、な、す、すい、これで逆転だ。まずか。うわっ、し、全身を使う。隙は見せる。後ろから攻めろ。だ、ここだ。うわ、はっくー。作戦通りだ。大した怪我もなく終えられたな。余裕だな。釘崎、油断するなよ。いい機会だし、ぶん殴ってやるわよ。遠慮なんかせか。こっちから行くわ。気を引き上げる。だらけ。おい、行ってみる。私の実力はこんなもんじゃないわ。今行くめ。肩鳴らし。立てね。切り込め。よし。はい。はい。振り込め。なんてん、畳みかけろ。動けなくしたつもり。上から攻めろ。やるな。切り込め。マジで問題ない。さてさ、行くよ。広がれ。立てる。少し本気を出そうかしら。使い女この程度は。立てる。この面にかざわない。あのこと破れ。はっ、うわっ、よし、なんだ。ガードごと破れ。なんて、叩き込め。やるな。計算通り。めんどくせえ。よし、理術さんに報告するぞ。へいへい。こんなもんだ。いけんのか。誰、私の番だ。覚悟しな。よっと。よそ見すんな。右だ。投げた。私が先だな。カーザー負けてやる。置いてくぞ。右だ。飛ばす。えいや。こっちだ。こんなのはどうだ。てめえの攻撃は見切った。クライアーレ。右だ。高速だ。投げろ。やるな。うっ、でかっ。右だ。やるな。さっきの釘か。うっ、こっちだ。右だ。私をなんて。ナイスでいけ。さっきの釘か。追い詰める。笑えるな。追い詰める。私の実力はこんなもんじゃないわ。ほら、と、やげる。広がれ。でえな。高速右だ。行くべね。広がれ。さっ、でっと、でっと、畳みかけろ。こっちだ。やるな。攻める。体が軽い。やげる。やってみせる。立てねえ。とどめだ。そげ。手加減。こっちだ。やるよ。右だ。私を舐めすぎだな。右だ。やるな。スピードが出せねえ。置いてるぞ。切り込め。
その面が気に入らねえ。ボス動け、ぶっ刺してやる。やるな。まだまだ、まだ気をつけ。落ちた。油断すんな。倒れろ。高速だ。今右だ。まずは肩なら返すよ。でな、ドーベア。ナイスで行け。うっと、一気に行くぞ。よし、になれ。ドーベア。置いてくぞ。ピントが出せねえ。右だ。てめえ。右だ。高速だ。動けねえ。よそ見つぶ。もうすぐ。切り込め。ヒントが出せねえ。高速だ。右だ。私を舐め。高速だ。動けねえ。切り込め。金って。右だ。飛び込め。やるな。行け。スピードが出せねえ。右だ。ドラ。高速だ。行くべ。スピードが出せねえ。右だ。私を舐め。まずは一人だ。俺はまだ。私の勝ちだな。このくらい余裕だっつの。なんでこっちいるんですか、全員先輩。嫌だな、伏黒くん。それじゃあマキと区別がつかないわ。マイって呼んで。あなたたちが心配で学長についてきちゃった。同級生が死んだんでしょ。つらかった。それともそうでもなかった。何が言いたいんですか。器なんて聞こえはいいけど、要は半分呪いの化け物でしょ。死んで先生したんじゃない。マイ、どうでもいい話を広げるな。俺はただこいつらが乙骨の代わり足りうるのか、それが知りたい。伏黒とか言ったらどんな女がタイプだ。ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。なんで初対面のあんたと女の趣味を話さないといけないんですか。性癖にはそいつの全てが反映される。答えろ、進路。どんな女がタイプだ。別に好みとかありませんよ。その人に揺るがない人間性があれば、それ以上は何も求めません。やっぱりだ。退屈だよ、伏黒。伏黒！勝つ！上がってこい！薄っぺらいんだよ、体も女の好みも。例に漏れず退屈。くそ、なんてパワー。刀鳴らし、切り込め。あげるぜ。切り込め。上から攻めろ。このまま。
まだだ。こんな時に地獄切れだ。はるっ、わはっ、終わった。うわっ、飛び込む。楽しませてくれ。まだ終わりじゃないぞ。切り込む。思いの行くぞ。切り込む。投げる。上げるぜ。引かねえよ。攻め。引かん。龍技。切り込む。飛び込む。龍技。せっかく。あのことやめ。計算通り。高田ちゃん、大した怪我もなく終えられたな。